こんばんは、今日は、浅草名物の、韓国料理屋ナルトです、今日は日本シリーズの打ち上げを牡蠣の塩辛を食いながら、運動部長の運動部長から局長に大出世し、ゆくゆくは、サンケイスポーツの代表の加藤さん、加藤慎一郎さん、名前がいいよね、かつて、各チームの担当記者もや野球に精通し、時には野村克也の影の男として、裏で野村理論も、野村さんは字を書けないのでそんなことないです加藤さんがみんなその本にしたり原稿にしたりしてね、もうノムさんはこの加藤さんがいなかったら、今日なかったというぐらいの人です。今度野村克也の、お風呂会や12月11日、はい、加藤さんもちろん影の裏の、仕掛け人ですけども、誰もそんなことはないです、私も、それでなんと弔辞、を読むことになって、その弔辞の原稿を加藤さんにこの韓国料理のギャラで書いてもらう、それは言わない方がいい、それは言わない方がいいそんなことでね、まあ、どうせ暇だから日本シリーズもあってシーズンも終わったので、どうですか新聞作りの、その、観点から言うと今度の日本シリーズどうでしたか。はい、もうサンケイスポーツにとってはもう本当にスワローズが1年通じて頑張ってもらいました。非常にこう読者の皆さんに喜んでますね。ヤクルトの一面70何回あ本当そんなに、はい、もうちょっと宣伝してその三色がいかに潤ったか俺らのギャラにも跳ね返ってくる。いや、潤ってはいないですけど、まあ、優勝して、まあ、増刊の雑誌を出しまして、今度12月4日ですね、日本一を特集した丸ごとスワローズっていう新聞が出まして、あれ結構売れるんだよね、あの雑誌とかさ、あれじゃない、やっぱりそのチームのファンが読んでくれて、やっぱり詳しく、それを我々もあのそのチームのことだけを詳しく書けるんで、すごくこう張り合いになって記者が書いてくれます、ね、なるほどね、ファンの皆さんね、ヤクルトファン特に今度その特集が出ますから、サンケイスポーツ、また読んでください。ちなみに私の記事は一切ありません。はい、若松さんと真中さんはありますけど、若松さんもヤクルトの出身のやつはね、みんなねもう忖度するからさ、もうヤクルトにぴったりで用紙ばっかりしやがるから、私は部外者ですからね。若松さん4勝2敗でちゃんと日本シリーズ予想、どっち、ヤクルトの4勝、まあ、そうだよね、真中さんもそうでしょ、真中さんと小早川さん4勝3敗で、4勝3敗って予想するやつはね卑怯だよ。以前ということは3勝3敗っていうことなんだ、はい、さね、そうだ、次の日どっちかが勝つんですよこれはね、これは解説者としてはね、4勝3敗っていうのをやっちゃいました。若松さん自分ですよね、私の理論で、はい、まあ、4勝0敗はちょっときついけど、そんなことで、世間は今度の日本シリーズも、はい、マスコミも含めてね、近代まれに見る素晴らしい日本シリーズだというふうに皆さんが圧倒的な声がありますけど、まあ、私はですね、やっぱり師匠野村克也はどういうんだろうかと、この日本シリーズを見て、それを想像するとですね、きっと史上最低の日本シリーズだったんじゃないかとかいうようなことを言いかねない部分があった。かねない、かねない、かねない部分がね、やっぱりプロですからハイレベルなところでね、ただ単に競ってるところを見て面白い面白いじゃなくて、どうしてそうなったかっていうことを考えれば、ここ一発外野フライ打てない、クソボールは主力選手からボールに三振する、たまたまホームランが出たけれども、ここ一番ほとんどタイムリーが出ない、そういう展開で決めきれないというですね、まあイライラする、まあ、それがあったからこう競り合ったわけ。まあ、ピッチャーも中継ぎ以降ですね、まあ、偶然にも関東投手が出てきたりしたり、それからまあまあ、みんな12球団ピカイチはやっぱり山本ですよ。いや、唯一良かったのは山本のね、
あのピッチングです。これはノムさんもねきっとね山本はすごいなと多分天国で言ってるはずです。で私はまあ見たらやっぱりピッチャーもね中継ぎもなんかここでフォアボール出すみたいなのがあったりしてね、そういうところがものすごいイライラしてね、なんか凡戦だったんじゃないかこれ世間とは違って見方がというようなことを野村さんは言いそうな気がしてしょうがございません。その辺どうでしょうか野村の、番頭難しい加藤さんことを教えますがまあ、ただ高橋くんは同じ京都出身なのでいやそういうこと聞いてないそういうこと聞いてないんですその、はい、あのノムさん流で言うとやっぱり満足はしないよね。そうですね、まあ、この展開はね先発ピッチャーが全く崩れほとんど崩れずに11人、うん、山本だけ2試合ですから11人投げ切ったっていうのは多分評価すると思いますし、あとキャッチャーが MVP を取ったことは喜ぶんじゃないかなと思うんですよね、うん、そうだね、はい、だって結構ひがんでんじゃないのと思います。天国で、はいはい、中村が取ったんけ、はい、とか言いそうななんか声が聞こえてきそう、まあ、それは聞こえます ね。キャッチャーにはもう人一倍厳しいですよね。もう一つね、はいはい、まあ、今日もサンケイスポーツのコラムでやったけど、はい、このところピッチャー出身の監督が多いじゃないですか、はいはい、加藤さんもしょっちゅう聞いたと思うんだよ、はい、ピッチャーろくなもんじゃないとかね、はいはい、向かないんだとか、はい、ピッチャーとか外野手はダメだとか、はい、でも12球団のうち6球団なんだ、はいね、ピッチャー出身でしょ今、ね、これね、どう見るかで、だからといってね、今日もコラムに書きました。まあ、俺が別にピッチャーするんだから、俺を監督しろとは言いませんよ、はい。言わないけれども、ピッチャーも見直されるんじゃないかと。ああ、そうですよね。ね。まあ、ただあれは、高田さんは俺が教えたからだって、言いかねないっていう。今頃あいつは俺が、ね、俺の教えをね、守って。よく我慢して日本一になったの。しかも勝った相手がキャッチャー出身の中島さんだった。そう、だからピッチャー出身監督とキャッチャー出身監督で対決は、はい、そこは面白かったな。はい、そうですね、うん、はい、片っぽはベベベベこうよく喋る、片っぽはこうグッとむっつりする。キャッチャーとピッチャーの特徴をよく表した監督だったね。まあ、そうですね、でも中島さん俺最近日本人初めて知ったんだ。あ、こいつこんな顔してんだと思っていや、顔が2年間さ、はい、ね、2年間だって、はい、マスクしたでしょ、はい、あ、はい、日本ハムの試合、はい、オリックスの試合なんてめったに見ないから、はい、どんな顔してんだろう、はい、キャッチャーでもマスクで、笹岡と中島が本当分かんなかったよね、顔がそんなことないですよまあだけど、はい、なかなかやっぱキャッチャーらしい顔してるね。はい、そうですね。と、はい、いうところで、ちょうど海鮮チヂミ仕上げの、ナルト名物の海鮮チヂミが食べますか、出てきて、はい、もう散々食った後なんですけどここのお父さん、みんな、ね、大好きな父さん、ありがとうございます、はい、ここ家族でね、前にも紹介しましたけど、はい、時々今日は加藤さんがね、ちょっとお願い事があって、ね、来て、今日はこの韓国料理でごまかすと、で日本シリーズの、反省も含めて、予想を外れました。4勝2敗でオリックスと言ってしまいました。まあ、紙一重、紙一重、いや、そんな無理に言わない、そんな無理に言わない、ありがとうございます。皆さん、今週終わりましたが、また来週よろしくお願いします。以上です。サンケイスポーツ加藤さん、はい、また座るとよろしくお願いします。